ラライブ。さあ始まりました、チョイスインデックスということで、今回も前回に引き続き、神戸市の非行な神戸中央スロット館さん、やってきてます。前回スロット専門店ということでね、非常に楽しみな実践だったんですけれども、お互いマイナス収支ということで終わってしまいましたので、今日はね、前回のマイナス分以上のプラスをお互い残せたらなと思ってます、はい。で、僕の方はですね、またもう営業中なんですけど、もう番長ゼロ、前回あのエンディングで言った通り抑えたままにしてるんで、はい、リベンジやっていきたいと思います、はい。どうします？私はちょっとディスクアップ通かガメラで。ディスク通かガメラ、はい、まだ決めてない。ちょっとどっちでしょうかなって感じです。これからじゃあ対応を抑えてるんですね、はい、はい。でこちらの企画はどちらが勝つかを予想して当たった方に甘菊プレゼントとなっておりますので、ご希望の方はですね、概要欄からぜひご応募いただきたいと思います。それではね、もうすでに台もたくさん動いているんで、はい、早速台選びの方からやっていきましょうか。はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで私シーサーは前回に続き今回も番長ゼロを打っていきたいと思います。で、今、まあ、営業中のお店なんですけど、これ AT が終わった直後なのでゼロモードにいるというところですね。オーラまとってないですけどゼロモードです。ここから打っていきます。回転数もゼロゲームですね。いきましょう。まあ台を選んだというよりも、前回の収録と今回の収録同じお店で同じ日にやってますので、前回の収録で僕が打っていた台をそのまま続行しているという感じですね。ちょっと前回 AT 初当たり1回伸びて厳しい展開でしたので、まあ気持ち的には前回のこの台でのマイナスをこの台で取り返したいというところですね。ちょっと前回がね、 AT 当選までに3万5000円ですよ。結構使ってしまいましたんで、今回はサクッといってほしい。最初の特権、さあどうだどうだ、チャンス目。早かったぞ、発展。ローラースケートか、チャクソン強いよな。あー、なんもないな。パラダイスでーす。おー、早い、めちゃめちゃ早い。第一ショート来ましたね。チャンスモードで早いところが選ばれたのか、何か特殊な抽選が受けれていたとかだったら嬉しいけど、ボーナスですね。まあ、いただきロードよって言ったときは直撃です。早かった。もしかしたら特訓中のチャンス目で取れてたとか、すいません、その辺がちょっと分かんないですけど、とりあえず最初のボーナスになります。投資の方は4000円200枚ですね。で、今日はね、今日はねっていうか今回初めてのボーナスになりますけど、今日午前中から打ってますと1回もレギュラー引いてないんで、ボーナスの振り分けにもまあまあ恵まれてるかなというところですね。赤7番長ボーナス、さあ今回は一発目で仕留められるかどうか。カオル先生行ってみましょうかね。あ、すいません、カオル先生じゃなかったです、しげるさんですね。まあ、おなじみの完全告知、ただ出ポップタイムまで、残り19ゲームと出てますけど、要は一緒で、この青、黄色、緑、赤、レインボーとこの列車を進めていけば進めていくほどチャンスというところですね。あ、ゼロ図から早速青になった。もうチェリー、ジャックチェリーです。これで黄色までは行きました。ただ出ポッポタイムまでは残り1ゲーム、次がラストになります。まあ、赤7の黄色なんでそんなに熱くはないと思いますけど、次がラスト、はい、
ダダキロードは当選なしでございます。今台は何をされました？ディスクアップ2を。あ、ディスク2ですね、はい、失敗しました。なんか音聞いてると全然変わってないですね、ディスクアップ。音はそうですね、でもなんかそのまま出目が結構変わってるんで。あ、そうなんですね、はい、リール制御、リールの配列が違うんですね。そうなんです。だからなんかリーチ目とかも、私はあんまりリーチ目詳しくないですけど、はい、全然違うみたいで。結構あとビタが、普通のビタの他に、はい、極めビタっていう、極めビタ、全リールビタするやつがあって。あー、むずっ。いや、私それができなくて。え、それ難易度上がってますよね。そうなんですよ。それ下段にボーナス柄を押すんですけど、全然できなくて。サンディールはむずいわ。恩恵があるんでしょ、でもそれできたら。それできたらその3つ分乗るんですよ。3つ分乗る、あ、その AT が333だと9ゲーム乗るみたいな。あー、そういうことか。え、それ毎回そのボーナス中、ボーナス中出るときもあるし、出ないときもある。何回も出るときもあれば、はい、1回も出ないときもあります。で、基本的に青7だったのが今まで、はい、普通のビタは、はい、バーになりました。あ、バーの方が見やすいかも。そうなんですよ。あの直視タイプの人だとバーの方が見づらいらしいんですけど、うん、あ、そうなんですね、はい、私は色押しなんでバーの方が見やすいです。見やすいですよね、黒い方が、はい、形も四角いし、はい。あれ、ダンスタイムのキャラクターも一緒ですか？CD とか、なんかミアっていう、あ、新しいキャラ出てるんですか？それがあの前のアフロレディみたいな感じ。あ、じゃあゲーム2の振り分けの示唆はあるんですね、またね、はい。あ、これは当たったんじゃない？バーだ。レギュラーです。505ゲーム。投資が、8000円、だから4000円ですね。安い。で、今回レギュラーからもダンスタイムに入る。あ、そうなの？時があります。それ終わった後にルーレットみたいなのが出てっていうことですね。なんかこれパンクやつみたいのがあって、はい、これをなんかたくさん引いた時に入る時があるみたいな。あ、私はダンスタイム中にしか見たことない。じゃあ抽選されてるってことですね、レギュラーで。はい、59枚しか出ません。言い方。いや、レギュラーってきついんですよね、引くと。そうですね、59枚は。こっちはゼロモードが終わってあっさり通常モードに行ってしまいました。ちょっと不安。あ、今どんな感じなんですか？今僕4000円で番長ボーナス引いたんですよ、この台、はいはい、で飲まれて、で通常モードに行ってしまったところを今追加投資しながら追ってる感じで。なるほど。っていうかやっぱ番長ゼロのコーナー全体の雰囲気がいいので、うん、もしかしたら全体、そう、僕がちょっとできてないだけかなっていう気もしてて、あとやたら空中設定したが出てるんで、うんうん、やっぱ悪くないのかもっていう、ちょっとかすかな期待を込めて打ってます。なるほどなるほど。で、あと今回のディスクアップはボーナスの 10%、 ビッグボーナスの 10% でダブルアップみたいなのがあって。ダブルアップ、それを引けると倍乗るっていう。だ、3ゲーム乗せたら6ゲーム乗る。へえ、じゃあ単純にその AT だか RT だか前回よりも長く楽しめるかもっていうやつですか？そうですね、頑張れば200ゲームとか。え、それが 10% で来るってすごくないですか？そうなんですよ。よし、ピックでした。これはもう2期締めを考えないといけないな、本当に。あと100ゲームでとりあえず天井なんで、そこまで行ってどうするかだな。お、そのまま特訓いきそうですね、強チェリーから。ああ、一応200ポイントか。特訓です。特訓開始。
吸い込まれるな結構。さすがにもう2回目ですからね、この短い時間で2回も天井行くような台は厳しいですね、追うのが。あーちょっとまで行った、またこれ天井まで行けば番長ボーナスだけど、天井前で当ててパーは一番嫌な流れ。さあもう530ゲームになります。ボーナス終わってあと70ゲームで天井というところですが、おそらく、まあ、潮と縁日なのでここでボーナスにはなります。レギュラーは絶対引いちゃいかんところ。投資が今1万7000円なので850枚ですね。頼むよ、絶対こっち。あー最悪、うわ今日初めてのレギュラーはこの天井前っていう一番嫌なタイミングでした。なんもならんぞ。まあ一応レギュラー中は、まあ、レギュラーの後は対決以上には行くんで、あとはどこまで昇格させれるか対決特訓、1トン5トン10トンいただきロード、はい、これでとりあえず特訓は決まりましたね。あ、いいですよ、1トン取った。ラスト、はい、1トンまでですね。で一応高設定した出たんですけど、いやもう信じるかっていう気持ちですけどね、終了画面高設定したが出てしまいました。嘘でしょ。あ、もうこれはあんまり気にせず、とりあえず特訓、1トン持った状態からの特訓です。さあレギュラー後の特訓からですね。対決発展はミッキー、ダメでした。なんかちょっといやらしいですよね。またゼロモードにいるわけですよ。これでやめづらいですもんね。こうやってずるずる引っ張られて負けてしまうのが悪いパターンなんでしょうね。いやーよしあしだな。これいい時はね AT 終わってゼロモードでまた当ててっていう流れですけど、悪い時はハマってレギュラーまたゼロモードでやめづらい、またハマってレギュラーなんてことも悩む。今、まあ、1万7000円なんでそこまでですね投資は大きくない。もうちょっと行くかゼロモード。このゼロモードスルーしたらやめます。ちょっとやめます。はい、ガメラカメラだったらワンビックで取り返せますね。そうですね、引ければいいんだけど。ではカメラいきます。頑張りますなかなか今日お互い駆動してますね。青鬼ないかな。青鬼あったら青鬼打ちますけどね。青鬼は本当低設定で当てさえすれば完走率が高いんで、うんうん、乾燥する確率の方が高いんで。私青鬼で乾燥しなかったこと一回もないです。青鬼の設定位置はほぼ乾燥します。そうですよね、はい、私6でも乾燥したんですよ。え、それはめちゃくちゃすごいですよ。すごいですよね。6は逆に乾燥しないんで。6で天井行って乾燥したんですよ。マジっすか。それあの閉店後の絶対6の台だったんですよ、はい。6の乾燥率って確か 5% とかそれぐらいだったと思います。めっちゃレアと思って。それはすごい。なんかでも青鬼で1回すごい負けた時に最後青鬼もう行きますって言って1回目でチャンスゾーン突破してよっしゃーって言って、うん、AT が400枚ぐらいしか出なかったんですよ。ほらで、そんなことありますって言ったら高設定画面が出て最後6だ。そんなの望んでないわって言って今じゃない嬉しくもなんともなかったですね、高設定座ったとき。いやーこれどう抜き締めどうしよう。まあこの後編だけ考えたら
投資がまだ1000倍はいってないので、うんうん、全然いいんですけど、で平山さんもマイナスなんで、いや、いい勝負ですね。いい勝負、泥試合よ、泥試合。ガメラも展開なかったら、いや、やばいですよ。何も面白くないでしょう。めっちゃ負けますよ。めっちゃ負けるどころか、使えんわっていう話ですよね。確かに。第一ステージの歩くだから、全然熱くない。あ、でもギャオスだ。ヒルギャオス。おお。おあるよ。あーダメ、ダメです。あ、当たった。めちゃくちゃ多いよねそれね。ダメ、あってさあどっちだ、ピックかレグか。投資、ちょうど1万です。ピックで頼む。あー、レギュラーだ。レギュラーかー。あー、レギュラーですね。初当たりレギュラー多いよね。多い。100ゲーム以内だったら大体レギュラーなんですよね。なんかあモードによって違いますよね、振り分けが。レギュラー、いらねー、レギュラー。なんか損した気分になるレギュラー。初めて番長ゼロの動画見ましたっていう方がこの動画だったら絶対打たないでしょうね。出ねえな。何が面白いのこの台のってなりますよね。うん、100枚ぐらいのボーナスを楽しむ台ですか。そんなんじゃないんですよ、ちゃんと出てますから他の台は。